そりゃ疲れるわ。疲れた。これ戻んのにも電車乗るべきなのかなっていう話。君の名はの場所ではないです。もうちょっと新四つが寄り。めっちゃ歩いとったやべえじゃん。普段電車で乗り換えてるところです。一番本格専用アプリ導入。どうする、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 どうする。フォーエバーがあるもん。洗う。大体の目星というかですね、次の夜桜のスポットもね、ちょっと決めてあるんですよ。ここからめっちゃ遠いよ。通り抜きできね。右に行けば駅かな。電車乗る？電車乗る？でも駅。あ、でもさ。そんなね、マジか。こういうし、本当だ。いやー、人の流れに。タクシーでゴー。タクシー。まあ1メーターなんだろうな。佐野交通さんがいれば乗りたいな。ここででも都内で散骨を見つけるのはね、至難の技なんです。至難の技私見かけしたことないからね。私もない、私もない。会社は後ろ。新宿御苑は多分飲食できないんです。で、今からね、まあ行く予定だと公園は飲食で普通にできるんですけど、ここはどこ状態。横浜から呼ぶはやばい。今出たところ駅は多分あっちなんだ。歩く。本日はありがとうございました。気をつけてお帰りください。3丁目に行くも、でももうちょい歩かないと。どうぞお進みください。こちらの信号大変短くなっております。スタバ飲みたい。スタバ。ティラミス飲んだ。飲んだ。美味しかった。飲んだ。まんまフクピーの入りとこと。入りとこと、わからん、わからん。部長かな。部長っぽい。さあ、ちょっとさ、地図が見たいな。あっちは違うよね、多分こっちだよ。うん、こっちだと思う。フクピーのいるところ。スタバとかないかな。飲みたい。飲みたい。スタバ。ティラミス飲みたい。ティラミス飲みたい。前スタバ行った時はね、まだやってなかったのよ。そうねえじゃねえかってね。そうねえ。こっち行く。待って、ここはどこ。何丁目。もうここ何丁目。交差点の名前がない。ここまっすぐ行ってれば着きそうだねっていう予感、うん、タピオカも飲みたい。でもさ、勘で今行ってるけどさ、違ったらマジで終わるよね。でもこんなような通りだよね、大通り。うん、うん、スタバありそう。スタバありそうだね。ないかな。いきなりステーキはあるよ。なんか普通にお腹空いてきちゃったな。フクピーだからお仕事終わってますからね、きっと。新宿2丁目東。新
新宿二丁目東。めっちゃ歩いてきちゃったんだな。そりゃ足も疲れるわ。ね。こんにちは。こんにちは。今ね、新宿御苑っていう桜とかお花が有名なところへ行ってきて、なぜか新宿御苑駅の近くの公園にまた行くつもりが迷子ってます。迷子ってね、3丁目まで歩いてきちゃった。で、今勘でね、歩いてる。なんかめっちゃいい匂いする、ね、焼肉食べたい。何この匂い。焼き鳥飲みてー。飲みてーな。さすがにさ、飲んだら怒られるよね。怒られるかね。でもね、まーちゃんとずっと飲もう飲もうって言って全然飲めない。そう、次だな。 次のね、ニコ生のね、日の夕方飲みに行くって約束してるから。大月さんが向かってくれてる。向かってる。本当に値上がりしたんだ。一人500円。500円だった。取りめろ。あ、そのまま行けば御苑駅だって。あ、優しい。ありがとうございます。二人ともね、大酒飲みじゃないんだな、これが。全然飲めない。全然飲めないんだよ。ね、まーちゃんは顔に出るのよ。そう。真っ赤になるの。そうそうそう。私はあんまり顔には出ないんだけど、リバースタイプでね。肝臓があんまり強くないというね、うん、そうそう、そういうことなの。あ、フレッシュネスバーガー、あ、美味しいよね。ゲコ、ゲコって、ゲコっていうか、なんだろうね。飲めなくはないんですけど、自分の限界を超えると吐く。おいしい。結構ね。カエル思い出しちゃった。まだね、YouTube に、まだ YouTube 出てないんだけど、魔女の家っていうフリーゲームをね、またね、あさってかな。ぐらいアップするんで、する予約になってるんですけど、本当に笑うから。あっ、御苑の駅だ。うん、来たー。やっぱ当たってた。当たってた。あっ、ねえねえ、タピオカがあるんだけど買う？飲みたい。なにここ。飲みたい。糖水道だって。飲みたい。でもちーちゃん飲めない。私違うやつ飲むから、ばあちゃん買いなよ。私なんかスタバとかないのかな。これスタバある？スタバはないかも。ここまで来たないんだ。ドトールとかあるみたい、ね、前髪がやばいことになってるよ。溜まってる。飲みたい。飲んでいい？どうぞ。何がいいかな。普通に自腹で行くから。自腹で行くから。経費で渡そう。ね、出とる、ね、タピオカをなんかの木の実だと思っていた。タピオカって作れんだよね。え、作れない。作れんの。全然何が何だか全然分かってないんだけど。え、どうしよう。タピオカって何。え、なんかあれじゃないの、なんかタピオカ粉みたいなのあるよね。あるあるある。あ、お餅的な感じで作れるってことなの。ね、ウーロンミルクティーか。おしゃれ。ミルクホームウーロンティー。おしゃれ、ね、ミルクホーム。芋か。詳しい。タロイモみたいなやつ。あ、部長だったわ、詳しいの。タロイモ、そうだ、タロイモだわ、やっぱ。どうしようね、ミルクホームティーってなんだろう。あったかいってことかな。なんだろうね。ホーム、うん、黒糖タピオカミルクも美味しそう。あ、ね、分からない。タピオカ以外にも入ってることじゃない。ん、え、意味もね、分からん分からん。なんかどこで買うの分かんない。中に入ってレジでかな。誰並んでるんですか。違う、いや、並んで
飲んでんの？飲んでる。え、じゃすぐ帰るんじゃない？いいのかな。あ、いいですか、ありがとうございます。え、どうしようかな。黒糖タピオカミルクも美味しそう。どうしようかな、悩んでるマーさん。窓を連打。行ってくる。行ってら。ワクワク。なんかあんまり撮っていいのかわかんないからさ、ちょっとこういう感じで、ちょっと人がさいっぱいいるからちょっと気にしちゃうわ。大型ですな。あれな。何大型ですなってバレてる。私も、私大型だよ。そう、盗撮みたいになるから、ちょっとここで皆さんも新宿御苑駅前だ。やばい、超一人言言ってる人みたいだよ。新宿御苑駅前の東水道っていうタピオカ、領収書、いや、まーちゃん自腹で行くらしいよ。いや、まーちゃん A 型だよ。そうだよね。まーちゃん目がパッチリしてるからさ、ハーフちょっと勘違いされやすいんだよ。いや、それはマジ勘弁。財閥でもないしね。そう、ワンちゃんはね、美形よ。おかゆが気になる。でもね、カミングスンって書いてあるよ。そう、ハーフに間違えられることってさ、そんなないじゃん、生きてきて。すごいよね。結構本格的なのかな。お、来た。すごい、でかい。ちっちゃいやつにしたんだけど。何味にしたの？ウーロンミルクティー。おお。甘さ普通、濃い少なめ。じゃあ行くか。これさ、どうやって飲むんだろう。これで分かった。自分の事務所の近くにもタピオカある。すごい、このアングル良くない？なんかあれみたい、デートしてる風みたいな、わかる？デートなおに使ってもいい。そうそう、デートなおに使ってください、みんな。いいアングルだよこれ。そう、デート。あー、おいしい。いやー、大丈夫。タピオカ本当に苦手だからな。何なんだろう。でも結構もちもち系、うまそう。はい。みんなデートタイム終了です。一気は無理だった。めっちゃ美味しいよ。やべえ、疲れたな。疲れたぴょー。ね、やばい、人が、仕事がね、多分みんな終わった。そうなんだよ。かなり鼻筋。騒がしいね、やっぱ
新宿は。さっきの御苑の静けさは何だったんだろう。埼玉とは大違いとか。それなんか頼めばよかったかな。御苑割と空いてた方ではないでしょうか。うん、普通いたけどね、人いたけど、土日とかに比べ、土日の昼とかに比べたら全然空いてる方でしょ。いくらの平日ですね、やっぱり。結構寒いわ。うん、冷えてくるね。ファミチキとか食べたいなね。食欲さっきまでお腹いっぱいって言ってたのにさ、全然お腹空いてないみたいに言ってたの。でも時間にもよると思います。なんかいい感じの時間だと多分すごい混んでるかもしれない。すごい豚骨臭した。これだけ歩いたら腹も減った。そうなの、ほんとそれ。うん、勝るか。消化しちまった。千駄ヶ谷トンネルは行かない。使用権を認めるんで、その時に道路使ってくださいっていう形にしないとダメだな。人がいっぱいだ。うん、うん。よっしゃよっしゃ。ちょうどみんなね、仕事終わるんだ。そうそう、みんな今日あたりお花見じゃないの。うん、身近なお手軽な心霊スポットじゃん。今日は心霊ではないんでね。びっくりした、配線に絡まる。セブン？ファミマ？どうしようか。うん？こんにちは、お邪魔します。年号さんは出なかったね。それな、それな。でもね、1日限定でツイッターをね、あのね、令和交通にしてたんですよ。これも社長のね、指示でね、指示だよね、うん、どうする？セブンする？ファミマする？どうするか。でもここで買っちゃった方がいいか、いいかな、うん、じゃあ行くか。そう、令和にしてたの。あー、やばい。三上にしよう。ごめんちゃ、ごめんちゃ。めっちゃ近い。アホ面丸出しだったし。ね、レイが違うね。そっちの時もあるけどね。いちいち持ってるから選んでね。はい。ハッシュドポテト食べたい。先生、どうする？私のシミが私のシミが丸出しだった。シミ
は誰しもがあるものよ。すごい。うわ、めっちゃ美味しそう。美味しそう。え、なんかファミマ超久々に来たけどめっちゃ充実してるね。ね、みんなファミマ行きたくなるね、これ絶対。納豆巻き食べたい。まーちゃん好きだよね。私も納豆巻き大好き。え、納豆巻きうまそう。取っちゃダメそうだから隠しとく。納豆巻き美味しそうだよね。食べたい。食べようかな。納豆巻き2個ある。2個。え、これと納豆巻きなんかあったかいやつ食べようかな。そうね、全然コスパいいと思うけど、うん、本当だよね、お嬢、さすがお嬢。なになに、ファミマ久々ってすげえな。いや、セブン派なんだよ本当はね。確かに。でもなんか、なんか飲みたいな。違うよ、温かいもんってことね。いや、でもマジ飲みてえ。納豆巻き、でもカジュメ。本当はコンビニ初めてでした。初めてじゃない、何回も行ってるから、心霊とかの。これ食べたい。怒られるかな。美味しそう。これ平気でしょ。じゃあ成城石井で買い物しかしないのもやばい。買っていいかな。テーブルの音。飲み物。お茶あるけど、なんか今度飲みたいよね。うん。せっかくだから。買い方はね、庶民の私めがお教えいたします。なんめっちゃ美味しそうなのあるよ。本当だ。なんか甘いもの食べたいね。なんかすごいおしゃれ。めっちゃ美味しそうだ。え、これもめっちゃうまそう。なにこれ、ふんわりショコラ。チーズケーキないのかな。花火弁当とかおつまみいいね。枝豆もあるよ。そんな食えるかな。温かいものをとりあえず食べたい。焼き鳥とかさ。そうだね、そうしようか。鎖骨ドアップだった、ごめんなさい。噛みつきもありだな。ちまきなんてある。うまそうじゃない。唐揚げ棒もやばい、人が。焼き鳥食べたいけど、コロッケ食べたい。あり。ハムカツか。どうしよう。どうしよう。やべ、ハッシュドポテト。ハッシュドポテト美味しそうですよ。ハッシュドポテトにしようかな。でもザクザクチキンも美味しそう。足りないよね。足りない。全然足りない。ザクザクチキン、メキシカン味ってどういうやつ？これが混ぜられてる。いい味だと思う。え、何味？タコス的な味？違う？え、ザクザクチキンにしてみようかな。じゃあ、私はチャレンジします。じゃあカエルがいるよ。やばい、私たちが
ネタバレするとネット、そうそう、怒られちゃうから怒られちゃうからやけど、あさってのね YouTube 見てください。魔女の家ゲーム実況。いや今ここにして足りなかったらセブンで買いに来る。そうするかな。並ぼう。お金大丈夫？メキシカン。メキシカン。あとじゃあ外で待ってる。あ、暗い。暗いよ。ちょっと待って、恥ずかしいからさ。こっちにいようよ。さすがにね、人混みの中一人で喋ってる勇気はあんまりない。じいちゃんが買ってます。ザクザクチキンのなんかメキシカン味ってのにしました。想像できないから。あと30分ぐらいしかないな。もうさ、前髪がすごいことになっちゃってる。え、辛いかな。辛いのダメなんですけど。あのゴロゴロ、なんか至る所でゴロゴロしてんだよね。え、辛いのかな。辛いの食べれないんだよね。ちいちゃんの使いたい。お分かんないですよね、メキシカン味って。でもちいちゃん今くタコス味って言ってたから。今ね、新宿御苑を出て、中で迷子って新宿三丁目駅まで間違えて歩いてって、ありがとうございます。で今ね、御苑の駅前まで戻ってきて、とある公園で夜夜桜花火をします。じいちゃんお疲れ、ありがとうございます。お皿に餌を与えないで。でもね、ちょっとね、痩せたんじゃないかなって自分で思ったの。え、なんか、ね、シュッとした気がする。いや、顔はマジで変わんないんだけどね、うん、ちょっとね、風呂入った時に自分でちょっと思って親にめっちゃアピールした。いいじゃないですか。え、でもだってめっちゃ続いてますよね、ボクサーサイズ。そうなんだよ、週3で行ってんだよ。すごいよね。これね、変わんなかったら。え、きのこのマーチさん、ほっそりし、きのこのマーチさん怖い怖い怖い。めっちゃいい人。ほら、痩せてる感じはする。だってマジか。ほらでもね、マジで週3でね頑張っていってるのすごいよね。これで変わんなかったらマジ悲しいから。やべえな、危機感を覚える。かっこいい人でもいる。いや、ね、いや、かっこいい人とか、なんかそういう言い方がさ、語弊があるかもしれないけど、うん、あのさ、キックボクシングじゃん、うん、だからさ、ほら、日本の方よりも、うん、あの、タイ人とかの方が、うん、多いよ。ほっそりしたよって。めっちゃいい人じゃん。え、でも実際ね、ほんとなんかね、ちょっと変わった。てか、うん、てか元から。いや、元はやばいから。さあ。初めて入るんだよね、ここ。私も。あ、レジャーしてる、聞いてる人がいる。でもあれは花見じゃないのかな。なんかレジャーシートでも買っとけばよかったかな。あそこの100均でね。どうするどうする、これ入っていいんだよね。見える花、見えないね。痛くならない？何の話？
ちいちゃん？それともキックのこと？あ、キック？試合は出ません。これ桜なの。桜でーす、夜桜。どうしよう。ただねよ。部長の顔思い浮かべながら、そんなわけないじゃないですか。あ、こんなところにちょうどいい椅子が。いい椅子があるじゃない。こんなところにいい椅子が。すごい桜の花びら。あ、いてて、腰いて。二人して、いてて。しかもね、めっちゃ筋肉痛なんだ、今。え、なに、あの、キック、筋肉痛？そう、でね、なんか2ヶ月で、プログラムが変わるんですよ。うん、慣れたらみたいな。そう。でね、そのこの間初めての変わったプログラム、初めてじゃないけど2回目、うん、で、ね、それがなんか下半身強化みたいなやつでさ、うん、お尻をプリッと上げましょうみたいなやつだったの。死んだよね。眩しい。眩しい。使えるのかも、2人は。使える。でも踊り棒の問題点、ここでもね、あれなんですよ。人通り少なめで、少なめだし、なんていうの、オフィス街、ちょっとしたオフィス街なんで、そういう人あんまいない。最初でも新宿の中央公園に行こうとしてたんですけど、うんうん、今考えると人やばそうです。人やばい。でも全然土地勘ないからさ、全然調べて良さそうなとこをピックアップしてまーちゃんに送ったんだけどさ、そんなに混んでるとかだとは思わなかったわ。これなんかね、ナンパカフェスティバルってやってました。マジか。レモンサワーフェスティバルマジか。やって書いてあった。なんかそこの暖房に1個貸してくださいって言いたくなっちゃうね。そんなこと言えない。事務所帰るっていう手もなくはないけれどもさ。桜どうするか。今何時だ。でもあと30分。でもあと30分しかない。全部食べるか。そうだね。どうしようかな、これ携帯。とりあえず温かいやつから食べようよ。そうだね。あ、そうやって座って食べる。ウンチング座りみたいな。ウンチング座り。とりあえずこれさ、置いてさ、うん、こういった感じでさ、あ、いいね、いい感じよ。よいしょ。あったかいやつから食べようよ。これがポテトかな。タピオカ先輩が。これがチキン。ありがとうございます。眩しすぎてさ、ブレイコーだから日頃の文句をどうぞ。大丈夫、さっきで散々ね。いなんだっけ、ザクザクチキンね、持ってくればよかったね。持ってくればっていうか、買ってくれば。これさ、こういうのさ、すげえ下手なんだよね。私もこのままこうやって開けちゃうと性格が出るよね。ガン虫で開ける人だ。ガン虫。いただきまーす。あ、なんかすごい匂いが。おいしい。メキシカン。桜餅ね。でもなんか匂いはメキシカン。なんかふわってな。メキシカン味ってそんな辛くない言ったんだけど、なんか結構天地がさ、はいみたいな感じだったから、本当にこの人メキシカン分かってるって思ってたんだよね。うまい。でもなんだろう、これこっちの味が濃すぎてメキシカン味の端の方でとなってる。同じ知ってる。なんだろう、この味知ってんだよね。知ってんだよね。なんだっけ。美味しいよ、でも、うん、美味しいんだけど、
なんだっけこの言われてみればね、嗅いだことある。うまい。胡椒、でも後味なんか結構辛いとか喉にくる辛さがある、うん、なんかスパイシー系、うんうん、なんだろう、インドカレーみたいな。インドカレー、マジでもなんか、うん、多分誰しもが嗅いだことある匂いがする、うんうん、犬やめて、犬がいないとこにも。全然桜が映ってない、ね、ちょっと違うんだよね、なんだろう、なんだろう、うん、すごい嗅いだことある。ケバブみたいな、うん、なんだろうね、なんだろう、難しい、うん、これさ、すごいデブだよね、タピオカ飲みながら、うん、うん、うん、これだ、そうそうそう、それおでんだ、うまい。そうそう、タンドリーチキン、ジョナサンでファミレスのジョナサンでさ、うん、バイトしてたんだよ、うんうんうん、学生時代にタンドリーチキン&メキシカンピラフってやつをさよく食べてたから、それだ、うまい。結構ね、ほんとザクザク系、うーん、おいしいんですけど、これ足しびれるやつだね。なんかさ、ここに、ああ、笠狩り無理か、無理っすね。解決してすっきりした、うん、でもなんか食べ続けると辛いわ、うん、辛そう、なわけ、駅前のですよ、あ、匂いが辛いもん。匂い結構します、うん、欲しいっす、飲みます、持ってきたんだ、足がしびれる。バレた。あの鶴瓶師匠が書いてあるやつね。健康的や。まあね、サマコッツでお花見タクシーっていうのもやってますので、そうそう、まだもうちょっと楽しめるんじゃないかな、桜も、うん、ぜひ4エリアでやってます。横浜、埼玉、多摩地区、東京でやってますので、多分東京新宿病院行くのかな、行くと思う、花粉症とかでね、お花見したいけどちょっとって方におすすめです。早い、結構よし、スクワットだ、だっていや、さっき散々歩いたのにもうタピオカと肉で全部無駄に終わった。意外と人いないですね。あれ、お花見のさ場所取り前日から？そうでしょ。でも勝ち合って言ってる方もお酒飲んでますよ。え、じゃあ当日？え、でも見るからに場所取りです。え、でもさ、そんな、え、
明日土曜日だけどこんなにここ混むの。かもしんない。すごいね。何もうオールで行きます。そうでしょ。すごいね。普通に朝一でよくない？そんな夜から、そんな場所取んないとダメなぐらいなのかな。だってここ夜は冷えるよ。ここね、あの昼間は小学校の校庭になってるでしょ。ライトつけてるからなおさら変な人だね。食べる？うん、健康的な。しぼりももらってきたよ。お、できる女子。いいえ。野菜スティック。いないいないいない。怖いことやめて。やめて。なんか多分朝と夜しか使えないんですよ。平日は。ここら辺の仕組みわかんないんだけど、高いの。そう。いてててて。美味しいよね、野菜スティック。私はこれ。ぶれない。エビとブロッコリーのタルタルサラダ。エビなんかライト切れた。やばい。現実を突きつけられる。なんで切れたの？今怖いんだけど。はい。ありがとうございます。ちょうど今1時間みっちり歩いてるってことですもんね。いいなぁ、頑張った。1時間以上か。そう、女優ライト走る？いらない。とりあえず今日ね、YouTube のコメントでさ、うん、最近心霊放送ないからつまんねえって言われちゃったんですよ。ニコ生でやってね、今度ってやります。言ったよ、お嬢が。そんなつまんねえって言われたらそりゃやるさよ、やるさよとか多分ね、ニコ生見てくれてる人だと思うんですけど。やる。もうね、だんだん高くなってきたからね。でしかもそろそろ、うん、まあいろいろね決めなきゃいけないこととかもあるので。ないよ。そう、でもさ最近さ、こういうこと、こういうこと言うとさ、また変なさ、うん、やべえやつだって言われるんだけどさ、なんか最近さ感じるの？なんかね、聞いて、なんか視界の端になんか見えるときあるじゃないですか。あるある。それがやけに多くて二度見三度見するみたいな。嘘でしょ。よくわかんないって。なんかさ、視界に何か見えるっていうのもそういうこと。なんか私虫とかは結構見えた気がするみたいな、うん、なんかもう早くも心霊スポット何か所か行ってるからさ、うん、なんかもうなんかそんな体がやる気満々なのかもしれない。入るか。うまい。うまい。みんな缶ビール片手に。私はこういう人参があんまり好きじゃないから人参から食べる。私ももっと細い方が好き。人参は、うん、嫌いじゃないけど。 UFO はね、私の親が見たことある。私もある、一回。嘘。誰も信じてくんない。ペリカンならある。ん？ペリカン。信じてくれない？もしかして。屋根にペリカンがいたんだよ。女だよ。危ない。女だよ。これニコ生で話したことあるもん。あるよね。聞いた。タピオカ出ちゃうわ。聞こえた今みんな。多分シーパラから逃げてきたんだと思うんだけど。ペリカンがいたの。違う。ね、昔社宅に住んでたんですよ。うん、で社宅のその9号棟の上にペリカンが泊まってて、みんなですごい騒いなのよ。
親とかも出てきてペリカンだよみたいな、ツッコミどころがありすぎてさ、本当なんだよ、多分脱走してきたんだと思う。でもね、すごいちっちゃい頃の記憶だからね、あんまり覚えてないんだけど、すげえ衝撃的だったの覚えてるよ。そんなことある？ペリカン。いや一緒今 UFO がすごいすごいすごい出た出た、ペリカン、あこれ前も見たもん、これ見た見た、だからペリカンの話したんだよ。うん、ただいま。UFO の話してペリカンって言われてさ、え、ペリカンってなんだっけって一緒今考えた挙句さ、屋根の上とか言うからさ、笑える。行かないよ。え、まーちゃんはどこで UFO 見たの？え、なんかどこだっけな、もう今ペリカンのあれが強すぎてパワーワード中…え、あれいつだっけな、え、結構大人になってからじゃん、中学校、うん、いないよね、うん、動物園かな。大きいってどのぐらいの大きいなんだろうねでも私あのクジャクはねいるよ、私の地元。マジか、ペット野生のマジで？クジャクなのか、なんだっけ、ギルラに似てるやつ、うん、わかんないんだけど、ワニじゃね？やば、1メートルってめっちゃでかいね。ワニじゃないの？ちなみにどちらにお住まいで？え、嘘、人間が一番やべえじゃん。やべえじゃん、アニメとかに出てくるやつでしょ。銀玉ぐらいしか思えないね。なんかさ、そう中学校の頃チャリンコ乗ってて、うん、で部活やってたんで、うんうん、結構夜遅い、ま、結構暗くなる時があって、うん、でなんかさ空見てさ、うん、チャリンコかな歩きかな分かんないんだけど、友達と空ぼーっと見ながら喋りながら帰ってて、うん、多分歩きだな、うん、たらなんか白いさ光がさシュッ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 って消えて、うん、え、でも UFO じゃねみたいな話をして、やべえもん見たわって言って帰って終わった。マジ誰も信じてくれない。いや、なんか私の親もお父さんを車でね、夜迎えに、お父さんが飲んで帰ってきて、うん、迎えに行くっつって、その社宅時代、うん、駐車場から来たら、その前のその社宅のところになんか UFO が止まってたらしくて、うん、UFO が、ま、UFO がね、うん、止まってたんだって屋根にまた屋根にで、ずっと見てたんだって、車の中から止まの乗ってエンジンかける前に、ちーちゃんママ、そうで、ずっと見てているなーって、いるなーってずっと待ってて、そしたらね、パッて消えたんらしいのよ。これさ、ちーちゃんママも疑惑が発生するから皆さん、ちーちゃん見てればね、わかると思うんですマジで。でもね、それは違うの、ペリカンで行くのは私のあの住んでたとこだけど、その前の、だから8号棟の屋根にその UFO が、8号棟がやばいんだ。俺なんかもオレンジの強烈な光を出してきた。うん、いやいや、やっぱ UFO っているんだよ多分。何でもありのパーキング。で、どうしたの？で、あ、消えたと思って、で、まあいいわ。消えたの？普通に？パッて消えたんだって。やば。怖い。で、親、その父親迎えに行って、うん、なんか見たんだよねって言ったら、ふーんみたいな感じで終わったらしい。私の父親もやばい。動画撮っといてほしかった。ね。いや結構、それこそガラケー時代とか、うんうんうん、もっと前、ピッチとか、うん、の時代だと思うんだよね。めちゃめちゃ前ってこと、うん、やばいかけいや、キャラ似てるよ、やっと。西浦和だって、さっきの大きなトカゲ。ワニじゃねどっちにしてもやばいね足が、UFO ね、もう火星踏んでたし、ロケット やっちゃったからさ、そうね、何でもね、
足が。あ、はい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 。分かった。把握。スクワットやなら腹筋にするって。腹筋ね、週3でやってるよ一応。あと6分。やばい足が。腹筋はじゃあお家帰ったらやります。あの大きなブルーシートの隅っこだけ貸してくださいって。誰か来ないっすよ。誰も来ないです。うわ、しびれてきた足。あーやだ。じりじりと、じりじりというかもうなんか、うん、入浴剤のバブ状態今。やばい。どういう表現なのそれ。やばい、めっちゃやばい。ちょっとあ、やばいやばい。それさっきなってた。やばいやばい。でさ、足癖悪くて仕事中油入ってるんですよ、正座か。マジか。そう、それでさ、待ってる。まあいいや。あ、入浴剤状態。やばそんなこと。炭酸って感じ。まだ5分？どうする？事務所戻る？まだいいか。めっちゃ言われてる。ありがとうございます。お腹いっぱいになっちゃった。今月もありがとうございます。見に来ていただいてありがとうございます。しびれるしびれる。すげえ、瓶ビール一気にしたこれからやるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえやめて。してないしてない。怖いな。あ、そろそろそういう季節ですね。え、何人だけですか。お疲れ様です。これからだよ、これから。いいな。どういうこと違うね、違う。やからみたいになっちゃう。やめて。危ない。吸っちゃうから、下手したら。お疲れ様ですって。じゃあ事務所に帰りながら。事務所に帰ったらね、納豆巻き食べる。食べるよ。危ない。じいちゃん、私のキュウリを入れといてもらってもいいですか。へいへい。ショッタイ。ピーいるかな。ないか、さすがに。たら納豆巻きさ。すごい一瞬食べる。どういうシェアなのそれ。車のない、ゴミもない。使用済みの割り箸をまず使うかな。もう。やばい、歩けない。本や秩父の黒いセーターの霊が出たって言ってました。今度か。事務所まで歩きます。足なんかしびれと、うん、ヒールの痛みとダブルで来てる。やだ。ありがとうございます。すごい言ってくれてる。キュウリにその中ね、マヨ味噌みたいなやつでした。
そうなの、キュウリめっちゃ好きなんだけど。いでででいでででで大丈夫そんなにそんなにですか。しゃがんだらすごい疲れちゃった。あ、皆さん今回もたくさん見に来ていただいてありがとうございます。夜桜はあんまり映せませんでしたが、ちょっとね、微妙だったね。まあ、新宿御苑でたくさん見れたので。やばい、なんかキュウリが変なとこ入ってる。あと1分です。ありがとうございます。ありがとうございました。272名の方コメント326、本当にありがとうございました。エイプリルフールはぜひね、あのサンコーツのホームページで見てください。はい、はい、次はそれ着るかもしれません。あ、そう、衣装ねあるんで、うん、次回はね昼放送は着れたらいいなと思ってます。はい、またね、はい、予約するんでチェックしてみてください。はい、YouTube もね、そう、YouTube ぜひね、そう、次更新されるやつです。そう、私たちの中でね、そう、魔女の家、面白い、お二人でね、そう、やりながら思ったやつ、ね、編集しながらもう何度も笑いをこらえながらやってたから、よかったら見てみてください。はい、また次回も見に来てください。バイバーイ。動画をご覧いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。